はい、どうも。ということで、ツイキャスです。よいしょ。ふわっちから来た、どうも。ちょっと今ね、警察を呼んでおります。まあ、さっきふわっちでやってたんですけど、まあ多分今来る人はほとんどふわっちから流れてくる人だと、まあツイキャスでね、ちょっとトップが見てくる人もいるかもしれないけど、途中から。はい、キャス久しぶり、どうも。ペンキ、いやー、これは墨汁かペンキのどっちかだと思います。どっちかわかんないですけど、ここら辺もこうやられてるんですよね。で、警察呼んだんで、親が被害届書くらしいんで、まあ正直1時間2時間、さっきふわっちでも話したんだけど、1時間2時間時間取られて、被害届書くにもね、現場検証とか警察にいろいろ、いつ気づかれたんですか、いつまで大丈夫だったの確認してますかとか、そういう質問されて、で写真撮って現場検証して被害届書いて、多分ね、早くて1時間、長かったら2時間ぐらいかかると思うんですけど、まあ結局それで落ちます。あ、ほら警察来たね、警察来ましたよね。はい、ね、嘘じゃないでしょ、被害届本当に書くから。ということで、吉江さん、あ、そうですね、それですね。はい、お母さんいらっしゃる？あ、います、います。あ、じゃあ、はい、被害者はお母さんになるんで、まあそうですね、一応家所有者どうなったんですか？家の名義、吉江さん、あ、親なんで、だ一応あの親が被害届書くって言ってる。はい、いらっしゃいます。あ、います、います。今ちょっとトイレ行ってるんで、はい、ちょっと待ってください。被害届はお母さんの名前でいただきたい。あ、はい、うん、吉江さん、何、警察来たよ。はい、じゃあ被害届、あの吉江さんの、どっちにしろ吉江さんの名義だから、はい、あのここの家吉江さん名義じゃん。じゃあどっちにしろ、そのだから要するに吉江さんの所有物になるから、吉江さんの所有物をやられたっていうんで、吉江さん名義の被害届のがどっちにしろいいみたいです。あ、いいや、やりますよ。はい、犯人が見つかるかっていいんだよ。こういうことやる人間バカがいるつも分かってもらえば、私は普通の人間じゃないから、ここまでやるな、そうでしょ、出るんかよ私もう。はい、もうここで証明できたと思います。まだね、ちょっと警察とか映せないんで、映したら絶対後で言われるから。はい、まあちょっとあとは親が対応すると思うんで。あれ、これ内カメどうやるんだっけ、これツイキャス、あれ内カメってどうやるんだこれ、あれツイキャスとか久々にやったから分かんないわこれ。あ、これか。わ、なんかツイキャス変わってるね、内カメに変える、なんかアプリのやり方が変わってるわ、だから分かんなかったんだ。家荒らされたの、いや、なんかね、前も何回もやられてんだけど、なんかペンキみたいなのかけられたんですよ。墨汁だかペンキだか分かんないけど、うん、はい。警察手帳を見るまでは疑惑を否定できない。いや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 、パトカー来たろうがよ。ね、パトカー来たろ。ああ、これで嘘とか言ってるやつ、頭大丈夫？マジで。ああ、どうやってあのパトカー用意すんだよ。バカか。ああ、マジで。まずさ、警察のとこカメラ持ってったら絶対言われるから、今配信、ね、今やってませんよね、とか。あとね、俺言われてるんだよ、警察に。ああ、電波悪い？ああ、電波悪いか。どうする？じゃあ、もう一回ふわっち戻るか。もう一回じゃあふわっち戻ります。まあ、証明はできたと思うんで、これで。はい。じゃあ一回ちょっとふわっち戻ります。なんかね、ツイキャス、なんか多分画質がいいからかな。
いや、ちょっとふわっと戻るわ、じゃあ一回。すいませんね、なんか行ったり来たりで。はい。これどうやって終了するんだろう。あ、これか。